こんにちは売アカデミー堀秀夫です今日はオーストラリアアマゾンに参加するなら日本アマゾンか US アマゾンでの販売を開始した方がいいですというお話です最近ね新しいアカウントを作る時のあるいは作った後ねアカウント作った後の運営時のチェックが厳しくなってきましたまず新しいアカウントを登録する際に、ね、ID と住所の証明が必要になりました これが、えー、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、スペイン語、ねえー、それらの、えー、政府の証明がいると、運転免許証、あるいはパスポートですね、こういった提出が必要になりました。まあ、正直、まあ、この辺のチェックはね、えー、特に中国は甘いんで、まあ、ID 出さないなら100個でも200個でもアカウントが作れるというような、ねえー、状態だったんですけど、 さすがにそれによる、えー、弊害がね、大きくて、えー、規制をかけたんだなということだと思います。で、ID を出す。そして、えー、銀行のね、えー、取引の明細、あるいはクレジットの明細を出すと。まあ、これどういうことかというと、まあ、当然クレジットの明細とかね、銀行の取引明細がない、きれいな、えー、書,書類しか出せないということは、まあ、この何らかの問題があって、Amazon のアカウントをね、削除された人が、 新しい法人を作って、ね、あるいは誰か人をでっち上げて、口座を作ってるということができなくなるわけですね。ですから、これ、新規で登録する人にはめんどくさいんですけど、まあ、逆に、プラスに考えるとね、今までみたく、アカウントをたくさん作って、無茶する人は参入できなくなったんで、まあ、受給関係は徐々によくなっていくのかなと、ね、新規参入者は減っていくのかなという気がします。 まあ何しろこういう、ね、ID と住所の証明が必要になっています。それから売上が、ね、売り上げがリザーブという仕組みが採用されて、商品を売って7日間は、ね、入金されないという仕組みが採用されました。これは全員じゃなくて、ね、新規でアカウントを作ると Amazon が大丈夫だろうという判断をするまではこの扱いをされます。だから、ね、商品が届いたけど、頼んだ商品と違うとかね、 全く動かないとか、そういう根本的なもう初めから確信犯でね、お金を騙し取ろうという人は、もうこのおかげでね、その騙し取りがうまくいかなくなっちゃうということですね。で、まあ、いきなりね、えー、大量に売ると、これ、資金繰りで詰まりますんでね、この形だと、えーまあ、やっぱり徐々に売って、まあ、アカウントが育ってから、まあ、どんどん増やしていくと。 いうね、やり方がいいですあるいはね、まあ、借り入れをすると、ね、いう形が必要になってくるかなという感じですね。それから、日本アマゾンがアメリカや中国での販売の勧誘、えー、をしてます、ねえー。中国で売りませんかという勧誘を来てる方もいますし、えー、日,本日本の、ねえー、アマゾンしかやってない人にアメリカで売りませんかという勧誘も来てますで。これどういうことかというと、まあえー、そういうね、 えー、よく分からないものを売ったりとか、えー、そもそも作業をするためにアカウントを作ってお金を取っている人がいるという状況がありますので、それなら今までね、えー、日本あるいはアメリカで売っている人に、えー、他の国でも売ってもらうと、中国で売りませんかとかね、えー、日本の人にアメリカで売りませんかとか、あるいは逆にアメリカの人に日本で売りませんかという形をやった方がね、えー、リスクがないと安全だという判断になってきているんだと思いますで。こうなってくるとね、 待望のオーストラリアアマゾン始まる際にですね、よし、始まるぞ、ね、参加しようと思って、そこからアカウントを作ったんだと、参加できない可能性が非常に高いです。というのも、今、中国がそうであるように、他のアカウントを持ってて招待された人しかそもそもね、オーストラリアのアカウントを作れないとか、あるいはね、アカウントを作るのに強化が必要だ。そういう事態も、まあ、 あり得るというか、まあ、そうしてくる可能性が高いんじゃないかなというふうに思ってます。なぜなら、オーストラリアだとね、オーストラリアじゃないと手に入らない商品っていうのはあんまないわけですね。ということはオーストラリアに、オーストラリアアマゾンが始まったときに参加する人は、基本的に日本、中国、アメリカ、あるいはヨーロッパ、まあ、どっか他の国の人が参加するわけですね、セレアとしても。 そうなると今まで実績ない人にね、えー、参加してもらうよりはそれぞれの市場で、えーまあ、魅力ある商品というかオリジナリティーのある商品クレームの少ない商品を売ってる人をね招待するのが一番無難です、まあ、だからおそらくねその形で招待して招待した人でねセラーの数が足りちゃったらそれ以外のセラーが参加できないというふうになる可能性は高いんじゃないかなと思いますんで、えー まあ例えば、今年のアメリカのホリデーシーズン参加するためにもね、えー、今年まあ、あるいはもしかしたら来年かもし来になるかもしれないオーストラリアアマゾンが始まるのに備える意味でも、えー、アメリカアマゾン始めた方がいいと。ね、最悪アメリカアマゾンがね、何を扱ったらいいんだか分からないという場合はね、もう儲かんなくてもいいから、日本アマゾンでね、参加して何か売っとくという方がいいです。まあ、そんな形で、えー、ちょっとサポートの方向を変えてね、今後やっていきます。 えー、そういうのも同じ代表者で法人を、ねえー、10個作って10アカウント作るとかいうのはもうね、えー、今後できなくなりますのでもう1つのアカウントを育てなきゃいけないそしてね、えー、問題のない商品を売って、えー、今後、えー、いい市場になるまあ、もう需給関係見たらどう考えても儲かるしかないね、えー、オーストラリアアマゾンの、えー、参入に合わせて、えー 物を売るには、まあ、そののたための、ね、備えを万全にしておい,た方がいいいがですそんな形で、まあ、どういうサポートしてね、何をやっていけば、まあ、オーストラリアアマゾンで稼ぐことができるか、あるいは、ね、アメリカアマゾンで稼ぐことができるか、まあ、その辺の情報をですね、このメールセミナーの方で無料で流していきますので、こちらをクリックしてですね、無料のメールマガジン登録して、情報を見ていてください。 以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。